川越のロケーションの打ち方っていうのを説明したいと思います。まあ、こういうピンエッジから近くてバンカー越えないといけない、寄せるのとても難しいですよね。でも高く上げることによって簡単にピンハイに落とすことができるので、ちょっとこう上げるアプローチ、さっきのとはまた違ったのを紹介したいと思います。まあ、まず上げるとき基本いつも球を左に置くとかやっていたと思うんですけど、今回さらに自分の目線と肩のラインっていうのを上げることによって球も上げることができます。なのでまずはアドレス構えた時に自分がどこぐらいまで上げたいかっていう、まず目線を決めます。目線を決めることによって目を上向けば肩のラインも上向きますよね。なのでこう上を見ながらアドレスします。そうすることでこう肩のラインが上を向くので上げやすくなります。で次にスタンスなんですけど、少しオープンにします。少しオープンにすることによってちょっとアウトサイドインに振りやすくなって、さらに上げることができます。なのでさっきの球の位置左とちょっとオープン、この2つとあともう1個肩のライン意識してやっていただくと球簡単に上げることができます。まあ、本当に上げれるのかどうかは今からやって見せたいと思います。まあ、寄らなかったら笑ってください。じゃあ行きます。うわ、ちょっと右に行っちゃったんですけど、まあ球簡単に上げることができましたよね。なのでもう肩のラインとちょっとボールの位置とあとスタンスに気をつけて、皆さんこう僕よりもうまくやってください。じゃあどうぞお願いします。